佐佐藤茂君佐藤茂茂、えー、公明党の佐藤茂でございます、えー、今日はあのー、内閣委員会で質問の機会をいただきまして、えー、ましてや、えー、委員長、また理事、委員の皆さんのご理解を得て、えー、トップで質問をさせていただくことに感謝を申し上げます、ありがとうございます。あのー、今日はあのー、この大事な国家公務員法等の一部を改正する法律案の最初の質問でございますので、 あのそもそもという観点から、大体大きな話をあの何点かあのお聞きをさせていただきたいと思います。えまずはあのこの法律案の提出の,あの経緯について、最初に、えー、ご質問をさせていただきたいと思うんですが、あの今回の、えー、国家公務員法等の一部を改正する法律案は、えー、人事院による平成30年8月10日の意見の申し出、 すなわち、定年を段階的に65歳に引き上げるための国家公務員法等の改正についての意見の申し出を踏まえて、提出をされたものでございます。で過去の経緯を見ますとです、ね、平成20年6月6日に成立をいたしました国家公務員制度改革基本法では、雇用と年金の接続の重要性に留意して、定年を段階的に65歳まで引き上げることについて、 政府において検討することが規定され、今から9年前の平成23年9月30日、えー、人事院は国会及び内閣に対し、意見の申し出を行われました。この人事院の平成23年の意見の申し出と、そして先ほど冒頭に申し上げました平成30年の意見の申し出は、内容において平成23年の意見の申し出が、 段階的に定年の引き上げ方を明記していることが異なっておりますけれどもそれ以外は内容においてほとんど類似しているわけでございますしかし平成23年意見の申し出等を踏まえた当時の政府の対応としては国家公務員の雇用と年金の接続についてを平成25年3月26日に閣議決定し当面定年退職する職員が 公的年金の支給開始年齢に達するまでの間、再任用を希望する職員については、えー、再任用するものとするということと閣議決定でされてきたわけでございます。人事院が今から9年前に、平成23年に意見の申し出で、定年65歳まで引き上げることを意見していたことが、当時は法改正に結びつかなかったわけでございますが、 この結び,つかった結びつかなかったのはなぜなのかと、当時の政府の判断も含め、理由を説明していただきたいと思います堀江統括官。お答えいたしますあの。ご指摘のとおり、平成23年9月に人事院から、えー、定年を段階的に65歳まで引き上げるという意見の申し出が出されたところでございます。 これは先ほどご指摘ありましたとおり、行政上の必要性といいますよりも、雇用と年金の接続という観点、すなわち平成25年度以降、公的年金の支給開始年齢の引き上げによって60、60歳定年以降、 無就任期間が生ずるることとにどうう対応するかかいい観点からのものもでございましたしかしながら、当時においては、民間企業における高年齢者雇用の状況等を踏まえ、雇用と年金の接続、すなわち無収入期間をどうするかという観点からは、定年引き上げではなく、再任用を義務付けるということで対応するということにしたところでございまして、先ほどご指摘ありましたとおり、任命権者は当該職員が年給 年金の支給開始年齢に達す,するまで再任用することとする閣議決定を行ったところでございますその際合わせてその後の再任用の活用状況を検証するとともに公務の運営状況あるいは民間における高年齢者雇用確保措置の実施状況を勘案し引き続き段階的な定案の引き上げについて検討していくということを合わせて決定したところでございます以上でございます佐藤茂君 今あの、答弁いただきましたように、雇用と年金の接続という観点で、まあ、無収入期間をどうするかという点で、えー、再雇用を希望するものを再雇用するという、そういう形にして再雇用制度を、えー、導入したんだと、えー、再任用制度ですね、再任用制度を導入したんだという、あのそういうお話でございました。であのそこであの今回一つの大きなポイントとしてです、ね、私は この,あの国家公務員の定年が65歳まで段階的に引き上げることが国民の理解が得られるのかどうかということが、一番やっぱりこの法改正では大きな、私はあのポイントだと思うんですが、そういう観点で、次、ご質問をさせていただきたいと思うんですけれども、先ほど申し述べましたように、平成25年の閣議決定で、 えー、政府は国家公務員の、えー、希望する職について、再任用で対応することとされたわけでございます。なぜ従来の再任用制度をそのまま継続せずに、今回、定年の引き上げへと方針を転換されたのかということが、えー、一つ大きなあの定年引き上げの必要性について、大事なポイントになるので、質問をしてまいりたいと思うんですが、と言いますのもですね、 民間の方は、平成25年4月1日から改正高年齢者雇用安定法が施行されまして、65歳までの安定した雇用を確保するために、企業に希望者全員に対して、1つは定年の廃止、2つ目には定年の引き上げ、3つ目には継続雇用制度の導入という、そういう3つの措置のいずれかの高年齢者雇用確保措置を講じるようにえ義務付けられまして、 毎年6月1日現在の高年齢者の雇用状況の報告を求めているわけでございます。で、その集計,によ集計結果によりますと、民間の企業で取られた高年齢者の雇用確保措置というのは、定年の廃止というのがですね、平成25年が2.8%で、令和元年が2.7%、定年の引き上げというのが、平成25年が16.0%で、 令和元年が19.4%、そして3つ目の継続雇用制度の導入というのが、平成25年が81.2%で、令和元年が77.9% 77. という、そういう推移でございます。つまり、えー、雇用、継続雇用制度の導入という、いわゆる再雇用と言われてるんですけれども、再雇用というこの措置ではなくて、 定年の引き上げや定年の廃止を選択しているという民間企業というのは、いまだです、ね、平成25年合わせて18.8%だったのが、令和元年では少し増えましたけれども、22.1%と、微増はしているものの、全体の20%を超えたところなんですね。これが最近の民間の企業の高年齢者の雇用確保措置の状況の実態です。 ところが、そういう民間の実態、どこまで考慮されたのか分かりませんが、今回の法改正では、国家公務員については、定年65歳まで引き上げることを制度化されることとなるわけでございます。えー、新型コロナウイルスがです、ね、感染拡大しておりまして、その影響で緊急事態宣言が発せられまして、これまで経験したことのない、そういう経済情勢の悪化の中で,です、ねあの、民間の方というのは、 ただでさえ身分が、要するに民間の雇用であるとか、あるいは給与水準の先行きというのを心配されておりましてですね、あの大変不安定な気持ちで今、耐えておられるわけでございます。その中で、ただでさえ身分が安定している国家公務員が、民間企業に先駆けて定年を引き上げなくてはならない理由と必要性をですね、特に 従来の参議院用制度ではなぜだめなのかということも含めて、役所の論理ではなくて、やはり、えー、国民目線で国民の理解が得られるような、そういう分かりやすい説明を、ぜひ武田大臣にご説明をお願いしたいと思います武田大臣、えー、将来にわたって、我が国の抱える大きな問題の一つに少子高齢化というものがございまして。 それに準じて生産年齢人口というものは減少するという状況が予想されます、まあ、そうした中で活力ある社会や国家をいかにして作り上げるかということに考えますとそれぞれ現役、そしてリタイア線を引くのではなくて総がかりで力を合わせてありとあらゆる知見を駆使して そうした国づくりを進めなければならないという、これは時代のニーズだと私は考えておるわけであります。これは紛れもなく官民通じた課題であると思いますで。先ほど先生のご指摘にありましたように、民間においては70歳までの就業機会確保を努力義務とする法律が成立をいたしました。国家公務員については今後、これまで行政を支えてきた多くの職員がいよいよ60歳を迎える中において、 高齢職員の豊富な知識、そしてまた技術や経験を最大限に活用しつつ、複雑、また高度化する行政課題に的確に反応、対応していかなくてはならない、このように考えております。一方で、ご指摘の再任用制度による対応、これについては定年退職者というのは、一回退職金をいただき、もらい、 一回終わったっていうか、まあ、区切りをつけた認識というものがどうしても芽生えがちであります。まあ、そうした中で、従事する職務や配置部局、官署の隔たりが見られるなど、高齢期職員の本格的な活用には、一定の課題が存在するというふうに考えております。そのののため平成30年8月の人事院にによります意見の申し出に鑑み 組織全体としての活力の維持等を図りつつ、国家公務員の定年を段階的に65歳に引き上げるものであります佐藤茂樹君いや。それで、あの大臣あの、もう一度ポイントだけ、再任用制度では、あのやはりいくつか問題点が、あのこの間あの、導入されてからですね、平成25年の閣議決定以降。 なんていうか問題点がやっぱり顕著に表れていたと、そういう認識があったんじゃないかと、そういうふうに思うんですが、そういうことも一つの,あの大きな要因ではないかと思うんですけどどの先ほど、一旦終わるという、そういうとこだけではなくて、その後の職員の,あの働くにあたってのモチベーションとかですね、そういうところの問題点があったがゆえに、人事院もそういう意見の申し出を出されて、そして今回、法改正をしてでも、 段階的に、えー、ここはもう思い切って65歳まで引き上げようとあの、そういう決断をされたんじゃないかと思うんですけれども、そういうことについて、あの大臣ゃなくても結構なんですが、あのー、政府参考人でも結構なんですけど、えー、さらにあのもう一方、あのー、こういうところがやっぱり限界があったんで、どうしてもここは、えー、法改正に踏み切らないといけないんだということがありましたらです、ね、ご答弁をいただきたいと思うんですが。 堀江統括官。はい 先ほど大臣からも答弁申し上げ、またご指摘もいただきましたけれども、再任用によって対応してきたわけでございますけれども、現実にはです、ね、やはり60歳で一旦定年退職して、退職手当も支給されるということで、ひ区切り感といいますか、そういったものが人事当局、あるいは職場の方にも、あるいは職員本人の方にもどうしても生じてしまい、再任用は年金受給までの不可的な,可的な勤務だと,という意識がどうしても生じがちであったということ。 えー、個人差は当然あると思いますけれども、職員本人のモチベーションという意味でもその維持が難しく、人事当局や受け入れる職場においても、そういったことが大きく影響していると、まあ、そういったような状況が生じていたというふうに認識しているところでございます。 まあ現実にあの再任用される場合も、例えば補佐級で退職した職員がえ3級、4級、いわゆる係長級ぐらいでえ再任用、さらには短時間で再任用されるというような場合も多くて、そういったこともあり、やはりえ能力を最大限活用していくという観点からは、必ずしも十分ではない面が生じてきているというふうに理解しているところでございます佐藤茂樹君。 それであの今回の法案の中身にちょっと入っていきたいと思うんですが、えー、今回、あの定年の,その段階的引き上げの仕組みの考え方と理由についてですね、あのお聞かせいただきたいと思うんですがあの、先ほど冒頭のご答弁でもありましたけれども、平成23年の意見の申し出ではです、ねあの、公的年金の支給開始年齢の引き上げに合わせて、平成25年の60歳定年から定年を 61歳とし、3年に1度ずつ段階的に定年を引き上げ、最終的に、まあ、当時でいう平成37年、2025年度に定年を65歳とすることを、えー、この人事院の平成23年意見申し出では、明確に提起をされていたわけです。でこのときは、先ほどありましたように、雇用と年金の接続を図り、年金の支給開始年齢に沿ったスケジュールを示されていたわけでございます。引き上げの考え方にししっかりとした根拠が あったわけでございます、えー、それで、あのー、ところが平成30年の意見の申し出ではです、ね、人事院の方の、えー、この定年の段階的上げ方については、触れておられなくて、具体的な引き上げ方法については、政府内で検討されまして、えー、2年に1歳ずつ定年を引き上げる定年の見直し方法が提示されてきたわけです。そこでまず、人事院にお伺いをしたいと思うんですが、平成23年意見の申し出ではですね、 えこの今申し上げましたように、具体的に引き上げ方法について明記されていたのに、平成30年の意見の申し出では、65歳までの定年の段階的な引き上げ方について、意見で提起されなかったのは、何故なのか、ご説明をいただきたいと思います松尾局長。お答え申し上げます。 平成30年の意見の申し出におきまして、具体的なスケジュールについて言及いたしませんでした、理由といたしましては、まず、平成23年の意見の申し出の当時と異なりまして、報酬比例部分にかかる年金支給開始年齢の段階的な引き上げがすでに、 行われている中で、これと合わせて定年を引き上げるということができないということ、でさらに、政府におきまして、60歳を超える職員がその能力および経験を生かすことができる職務のさらなる整備や、定年の引き上げ期間中も真に必要な規模の新規採用を計画的に継続していくことができるような措置など、公務全体で取り組むべき施策について、検討を行う必要がございまして、これと一体で具体的なスケジュールに の検討が行われることが適当と判断したことによるものでございます佐藤茂君これで内閣人事局に合わせてお,、ね、あのお尋ねをしたいと思うんですけれども、あの今回の法改正で、えー、65歳までの定年の段階的引き上げの具体的引き上げ方についてですね、えー、平成23年の意見の申し出のときには、今ありましたように、雇用と年金の接続を図るという、確固とした理由が感じられたんですけれども、 いかなる考え方、理由によって、この令和4年度、2022年度から2年ごとに1歳ずつ引き上げることとされたのか、ご答弁をいただきたいと思います。堀江統括官 国家公務員につきましては、今後、これまで行政を支えてきた多くの職員が60歳を迎えてくる状況にございます。そうした中、その知識、技術、経験等を最大限に活用して、複雑、高度化する行政課題に的確に対応していくため、定年の引き上げについては、できる限り速やかに行うことが必要であるというふうに考えております。 その一方で、まずあの施工時期でございますけれども、定年引き上げは60歳前の職員を含めた人事管理、あるいは職員の職業生活設計に大きな影響がございます。各省においては、60歳を迎える職員の継続勤務の意思確認などを行った上えで、60歳以降の職員に担ってもらう業務の具体的な検討を行ってもらい、いまた新規採用を含めた人事計画を立てていく必要があります。こういった 準備には法案成立から一定の準備期間が必要となりますことから施行は令和4年の4月の1日としているところでございますまた引き上げのペースについてでございますけれどもなるべく早く引き上げたいということでございますけれども 例えば定年を65歳まで一度に引き上げる、あるいは1年に1歳ずつ引き上げる、こういったことをいたしますと、引き上げ開始から5年間、定年退職者が生じないということになります。そういたしますと、定年退職による欠員の発生を前提としている新規採用職員の確保に大きな支障が生じ、長期的、計画的な人事配置、人材育成が困難になるということが想定されますので、できるだけ早くという観点から、2年に1度というペースと。 ということで、えー、提案させていただいているところでございます佐藤茂樹君。そこで、あのー、次にあのお聞きをしたいのがです、ね、あの60歳以降の、えー、この職員の皆さんのこの士気の向上と能力を発揮させる取り組みということについて、何点かあのお尋ねをしたいんですけれどもあの、先ほどの大臣の答弁や、あるいはあの平成30年の人事院勧告でも、 あの今回の定年の引き上げの必要性ということをまとめますとです、ね、複雑高度化する行政課題に的確に対応し、質の高い行政サービスを維持していくためには、60歳を超える職員の能力および経験を本格的に活用することが不可欠で、従来の参任用制度のままでは、職員の士気の低下等により、公務能率の低下が懸念される状況にあるため、定年の引き上げを行うことという、そういうことではないかというふうに。あの まあ考えているわけですがしかし、一つは役職定年制というのが今回導入されてです、ね、60歳になると、それまで管理監督職の職員をされてた方も、管理監督職以外の官職、例えば、えー、非管理職の課長補佐級のポストであるとか、あるいは専用スタッフ職への公認、または高級を伴う転任をさせられ、給与も当分の間は60歳時点の7割水準と。 そういううい中で、どのように60歳を超える職員のモチベーションを維持して、士気を向上させ、能力を発揮してもらい、公務能力の向上に結び付けていくかというのは、この定年の引き上げの目的から照らしてもです、ね、極めて重要な課題だと思うわけでございます。そこでまず、給与のあり方についてお尋ねをしたいんですけれども。 人事院の平成30年の意見の申し出においてはです、ね、60歳を超える職員は、勤務成績が特に良好である場合を除き、昇級しないこととするとされていたんですけれども、今回の法改正では、不足の第16条2項の検討条項において、1つは承認および昇格の基準、2つ目には昇級の基準、3つ目には放給法に定める 報給月額について検討し、それを踏まえて、令和12年3月31日までに所要の措置を順次講ずるということにされました、いわゆる給与カーブも含めた今後の国家公務員の給与のあり方についてですね、今後の検討の方向性をどうされるつもりなのか、そして65歳までの段階的ハゲが完成形になるのは、これから10年後の令和12年ですけれども、 その時までに10年間でもですね60歳を超えられる方というのはどんどん増えていくことを考えますと10年後までに検討結果に基づいて措置が講じられるのであればあまりにも遅すぎると思うんですね給与カブも含めた今後の国家公務員の給与のあり方の検討の方向性とですね合せて検討のその結果に基づいて取られる措置のスケジュール感について。 まず政府にあ、人事院にご答弁をいただきたいと思います松尾局長。お答え申し上げます。 人事院といたしましては、今後、民間企業における定年制や、高齢層従業員の給与の状況等を踏まえた60歳を超える職員の給与水準の見直しに加えまして、60歳前の給与カーブも含めた給与カーブのあり方などについて、検討を行ってまいりたいと考えております。具体的には、公務における人員構成の今後の変化、および内閣人事局において行われます人事評価の改善に向けての取り組みの状況も含む、 各府省における人事管理の状況等を踏まえながら、承認・昇格の基準の見直し、昇給の基準の見直し、報給表に定める報給月額の見直しなどの手法を組み合わせることによって、能力・実績によるメリハリをつけつつ、60歳前後の給与が連続的なものとなるよう、速やかに検討し、成案を得られたものから順次おし、お示しをしてまいりたいというふうに考えております佐藤茂君。 あのぜひ速やかな検討あの、言われてましたけれども、あのスピード感を持ってやっていただきたいと思うんです、でもう一つあのお尋ねしたいのは、あの企業以外にもです、ねあの、60歳を超える職員の士気を向上させ、能力を発揮させ、活躍を促すための環境の整備や制度の運用や改革も必要になってくると思うんですね、で65歳までの雇用があの今後、一般的になるんであればですね、 若いときからの給与であるとか、人事管理の見直しが必要になって、そういう年功的処遇ではなくて、より能力や実績による貢献度に応じた人材活用や処遇制度に変化していくことが求められますし、また、より長いスパンで人材育成を行って、中高年でも能力を開発する必要性というのは生じてくるし、また、働き方もですね今、世間的にもそうなんですが、ワークライフバランスへの配慮であるとか、 あるいは柔軟な生き方の提,起も提供というのもあの課題になってくるかと思いますで。定年を65歳まで引き上げることによりまして、えー、この職員の士気を向上させ、能力を開発させたり、発揮させ、活躍を見いだすための、活躍を促すための、そういう取り組みとして、えー、政府はどのようなことを施策として考えておられるのか、ご答弁いただきたいと。思います堀江統括官 役職定年制、導入することにいたしておりますけれども、これ自体は若手中堅職員の管理職員の承認機会を確保して、組織全体としての活力を維持しようというものでございます。ただ一方で、役職定年によって、公認する職員も含めまして、60歳を超える職員のモチベーションを確保する必要もございます。こういった観点からは、こういった職員をその培ってきた専門的な知識、技術、経験等を十分活用できるような職務に従事させること。 あるいは人事評価の際の面談などの機会を通じまして、職員に対して期待する役割を明確にすること、あるいは研修などの機会を通じまして、職員自身の役割、職責の変更にあたっての意識改革を促すこと、こういったことをしっかりやっていくことが大事だと思っております。それからご指摘のとおり、60歳以降に限らず、若手の頃から能力実績主義を徹底していくこと、それから人材育成につきましても長期的に対応していくこと、これらのも重要な課題であると考えております。 佐藤茂君そこで今、ご答弁いただきました、この能力実績主義に基づくこの人事管理の徹底というのは、言うのは簡単ですが、非常になかなか難しいんではないかと思うんですね。ただ、難しいけれども、私は先ほど言いましたように、この中で国家公務員制度あの法改正して、ですね定年を65歳まで引き上げていくということをご理解、国民の皆さんにご理解いただくためには、 相当の取り組みをないろんな角度からしなければ、なかなか国民の理解を得るのは難しいだろうと、その中の一つがやっぱりあ,のありました、能力、実績に基づく人事管理、これが大事ではないかと思います。すで既に今年の3月31日に、令和2年度における人事管理運営方針についてと題する内閣総理大臣決定が発出されたところでございますが、その1番目に、能力および実績に基づく 人事管理のの徹底といいいうのが、えー、掲げられているわけでございますで私はこれ読ませていただいて、特に大事だと思われるのは、職員の業績評価にかかる目標の設定についてですね、どの水準まで達成することを目標として定めるかということが、極めて大事ではないかと思うんですね。達成の安易な、容易な水準に目標がさ達成あの設定されてしまうと、結果的に全体的に評価が甘くなってしまうことも懸念されますし、 能力実績主義を徹底するのであれば、国民目線から期待される高い目標水準の設定が求められると思います。で職員の業績評価に係る目標の設定について、内閣としてどのように考えているのか、そして具体的に国民目線から期待される適正な目標達成水準をどのように設定するのか、そしてそれを制度上、どのように担保するのかについて、内閣人事局の見解をお伺いしたいと思います。 堀江統括官ご指摘のとおり、能力実績主義の徹底していくというときには、えー、業績評価において適切な目標設定を行うということが不可欠だろうと考えております。えー、各職員の業績目標は、えー、その属する部局の組織目標の達成につながるものでなければならず。 また、時にはチャレンジングが高い目標を設定して、それを達成した場合には高く評価するといったようなことも必要であると考えております。ここうしししたことから各市に対しまして 1>, 1つには、個人の業績目標は、組織として達成すべき目標をブレイクダウンして設定するということ、2つ目に目標設定にあたっては、先ほどご指摘ありましたけど何をいつまでに、どの水準まで、どのように達成するのかということを明確に定めること、3つ目に職員の能力を引き出し、さらに向上させていくために、チャレンジングな目標、高い目標というものも積極的に設定していくこと、こういったことを我々の方、通知、研修、マニュアル等において徹底してまいりたいと考えていると 佐藤茂君あの最後にあの、ぜひ武田大臣にお伺いしたいんですけれども、あの65歳までのこの段階的な定年延長によってです、ねあの、総定員というのはあの、移行期等を考えますと、一時的にあの大幅に増え,る増えていくあのことになります、ただ、それに伴う新規の採用の抑制などとい,というのはあってはならないわけで、やっぱり新規採用というのは一定の水準を保たなければいけないと。 その中でどうやっていくのかということを考えたときに、あれは私は行政改革はやっぱり絶対にしていかないといけないだろうと、広い意味でのですね、であの厳しい財政事情にも考えまして、企業生のニーズの変化に的確に対応する簡素で効率的な行政組織にするために、時代の変化により廃止すべき仕事や民,民間に任せられる業務を洗い出して、また ICT の活用などの業務改革も推進してですね、 組織のスリム化を図る行政改革を徹底して、定員の合理化に強力に取り組む必要があると考えているわけですが、政府はこの65歳までの段階的な定年延長に伴う国家公務員の総定員の増加とです、ね、それを抑制するための行政改革の徹底について、具体的にどのように取り組まれるのか、政府の考え方について、大臣の見解を伺いたいと思います。武田大臣 職場の活力というものを、これを維持していかなくてはならない、そのためには、えー、延長引き上げの際にも、安定的に若い人材というものを活用していく、採用していくことが必要だと思っております。えー、まあそのためには、一時的な増員措置というものを検討していかなくてはならないわけですけれども、人事管理上の工夫でありますとか、 また、期限、そしてまた期間、規模ともに必要、最低限としていかなくてはならんと思っております。でまたあの、国家公務員の定員管理に当たりましては、あとにかくあの行政課題にしっかりと対応できる体制というものを維持していかななりませんけれども、しっかりと効率化も図っていかなくてはならない、そのためには業務の廃止、民間委託、ICT の活用、 そうしたものをしっかりとしながら、しかもあの人的資源というものを新しい行政需要にもしっかりと振り分けていかなくてはならない、行政改革を今日までも行ってきたところであります。いずれにしましても、ご指摘のような厳しい財政状況の中、効率的かつ効果的な体制を構築できるようにしてまいりたいと、このように考えていいいままままますす佐藤茂君、えー、丁寧にごあのご答弁たたただきまししああありりりりがががととううごごござざ時間の質問終わいます。 经理。